い、おはようございます。釣り子 TV です。ワカサギパターンを攻略するためにですね、すごい秘密兵器が店頭に並んでいたので買ってきましたよ。これエンジンのライク 2.5 インチ、カラーはグリパンブルーシャットっていうカラーなんですけどね、これ850円で、数は 1,2,3,4,5 匹、5匹入ってるんで、まあまあまあ1本あたりは結構高級なワームになるんじゃないかなと思うんですけども、これですね、結構待ちに待ったんですよ。フィッシングショーで並んでいて、でエンジンのプロスタッフの、ハブくんが開発していて、これいつぐらいに店頭に並ぶの、まあ春先にはということで、4月ぐらいに出るんじゃないかということで予約していたんですけども、なんかちょっと発売遅れて遅れて、今もう7月ですけどね、ようやく 2.5 インチ、買うことができました。徐々にですね、こうアフタースポーンも終わって、活発に朝方と夕方に盛んにこうボイルしてる魚なんかを見る機会多いですからね、そういうのを攻略するのになくてはならないこの手の小型のミノーシェイプのワーム、早速じゃあですね、開けていきたいと思います。いやー結構ですね、これは期待のワームなんですよ。はいはいはい、形が崩れないように結構丈夫なブリスターパックになりますね。はい、あった、失敗。はい、こんな感じで各部屋に分けられて、しまわれておりますが、じゃあ1匹出てきてくれ、こんな感じ。うわーすごいいい感じのワームで、目がしっかりついていて、でこれですね、ソリッドボディなんですよね。中が中空じゃなくて結構ギュッと中身が詰まっているっていうことで、この上にあの3インチサイズ、そっちはあのホローベリーと似たような感じで中空っていうことなんですけども、こちらの先に発売されたライク 2.5 インチは中身がギュッと詰まっているっていうことで、いやーどうですかこんなの。泳いでますよね。でどうやって使うのかっていうと、ピクピクとかの横刺しではなくて、この頭からですね、針を抜き刺してまっすぐにこうピピピピピッピピッてこう魚の目の前を、高速で通して、でまあボイルしてる魚はもちろん釣れると思うんですけども、まあボイルしようかな、でもボイルにまだ至る前の魚、そういった魚を攻略する、亀山で最近流行っている、ここ数年流行っている釣り方がありまして、それを、釣るために特化したミノっていうことでいいんじゃないかなと思うんですけど、このちっちゃなボディで結構釣れてる亀山のバスを攻略するっていうことで、あの動画も上がってましたね、このハブくんが実際にライク 2.5 インチで亀山ダムでバスを釣る動画っていうのが上がっていて見たんですけども、もう解説しながらなんかバッタバッタと釣ってましたね。あれ時間はすごい短かったみたいで、そんな、長時間ではないんですけど、短時間で確実に、亀山の気難しい表層でなんかを食っているバスを、攻略している動画で、羽生くんは亀山ダムでガイドやってますからね、なかなか今までガイドに乗らないとどうやって何十匹釣れたよとか入れ食いになってたよって桟橋では聞くんですけどね、どうやって釣るのかっていうのはガイドに乗った人だけの、知り得る秘密の、特権だったんですけども、最近はああいう感じで動画でも、どんどん YouTube とかで釣り方なんか上げてくれているので、主に見たいのは竿の動かしのストロークとか、どんぐらい待つのかなとか、あとどれぐらいの速さで引いているのかな、こういったのがすごい分かりやすく見れますんでね、ぜひですね動画の方も見て、これの使い方なんか勉強できればなとは思うんですけどね。でそれで動画で見て、あなるほどって思ったのが、
このライク、こう縦出しじゃなくて、縦出しっていうんですかね、この目玉を下に向けて針を抜き刺すっていう、こういうことでしたね。これはちょっと自分動画で知ったんで、普通に、なんていうんですかね、普通の魚の向きっていうんですかね、この向きで刺すのかと思いきや、目玉を上もしくは下に向けてで刺すと、結構ですね、こうひし形って言ったらいいんですかね、エッジが立ってるんですね、横側に。こうエッジがこうこういう感じでエッジが横に立っていて、でその面を下側に持ってくることによって、スッスッてこうダートのスライドの幅がすごい調整できる。で普通のこう地刺しで刺すとそこまではスライドしないんだけども、目玉を下に向けて抜き刺すことによって、スライドが地刺いながら、結構ですね調整できるっていうことで、刺し方はこうで、針はですね、この手のガード付きマス針ですよね。このガード付きマス針のガードの部分をちょん切って、引っかかりの部分を作って刺してやる。これが、セッティングっていうことで、じゃあ早速ですね、ちょっとどういう感じなのかやってみたいと思います。ハサミで、このガード付きマス針、これはホローベリーでもよく使っていた5番サイズ、結構ちっちゃめのやつなんですね。ガード付きマス針ですね。でこれを数ミリ残して切っちゃう。この ちょっとだけ残して、このちょっとだけ残しがワームの頭にうまいこと引っかかってワームがずれなくなるよ。こういうことなんですね。でこれをこの目玉の方に残ったところを少し出してやって、こんな感じですかね。目玉が下に来るように、もしくはフックポイントが上に、こう目玉の上に来るように、この刺し方が正解だっていうことみたいです。でこんな感じでセッティングして、でまあ何にしても 2.5 インチですからね、軽めですから、2.5 ポンドとか細めの糸で飛ばす。で中空素材ではなくてソリッドボディなんで、どちらかっていうとプカーって浮くっていうよりは、ちょんちょんって動かしてスーって沈む動きに反応がいい時、浮く動きに反応がいい時っていうのもあるんですけど、そこまで活性な、活性っていうかですかね、なんていうかこうちょっとアピールした後に沈んだ方がパクって食いつきやすいっていう状況っていうのがあって、そういう時はこの 2.5 インチを使うといいんじゃないかなということでございます。はい、こんな感じでセッティングしてみました。あーもうちょっと早く亀山ダム行きたいですね、これ持って。あーいやーいい感じじゃないですか。ライクこれで重さって測れるのかな、結構軽めだと思うんですけども、ちょっと針をつけた状態で何グラムあるのか、エンジンのライク重さ何グラムでしょうか。はい、 1.3 グラム、めちゃくちゃ軽いですね。だからまあこれはさすがにベイトフィネスとかだと、まあ飛距離なんかも騙すために重要ですからね、ちょっと、スピニングの細糸でかっ飛ばしていくっていう、こういった釣り方になってくるんじゃないかななんて思います。あー最近フローターなんかでやっててもですね、岸際でなんかこの手のなんかすごいちっちゃいバカサギかオイカなのか、はたまたその他のモツゴとかなのか、なんだかよくわからないんですけども、非常にちっちゃいやつがシュパパパパーンっていって追われていて、でそういうところに結構大きめのトップウォーターとか投げ込むんですけど、一切反応しないんですよね。プラグじゃどうしようもない、騙しきれないなんていう時に、この手のフローターとかであっても小型のやつで結構パコッパコッと大きいのが食いついてるんで、どうにかそういうの反応させたいななんて、そうい
ういう時に使ってみたいっていうのと、まあ、基本はあとは亀山ダムですね、クリアウォーターでこう表層で餌が追っかけ回されてる時、もしくはこれから餌を追うであろう。で、まあ、動画ではすごい簡単そうにハブくんなんか釣ってるんですけども、多分あれ、いくつか肝があると思うんですよね。太陽の当たり方、風の当たり方、地形変化、案外何でもないどうしようもないところで投げてても案外釣れないっていう、自分もあの手の釣り好きなんでいろいろ試すんですけどね、どうにも釣れないな、そこら辺のものすごい肝がガイドに乗ると教えてもらえるみたいなんで、ぜひですね、実際のガイドに乗って、でこの時間こういった条件でこういう感じだから釣れたんだ、全て考え尽くされて釣ってますからね、まあ、動画ではだいたいどんなあたりで釣ってるななんていうか見れたりしますんで、そういったところは大人気になっちゃうかもしれないんですけどね、具体的な攻略方法はぜひですね、ハブくんのガイド、亀山ダムの時田ボートさんでやってますんでね、それに乗ればだいぶいろいろ秘密を教えてもらえるんじゃないかな。まずはまずはですね、自分で、買ってみたんでこんな感じでピシピシピシって餌を追ってる時どんどん投げていこうかななんていう風に考えております。というわけで本日はですね、こちらエンジンのライク 2.5 インチ、これを買ってきたよ、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。